ハンドパンに MSP を取り付ける際のポイントです。これは私たちの実験とあとお客様からいただいた情報ですねを元にしています。で、基本的には MSP 本体とフェルト、これを使うことになります。こうですね、挟むことで打音を軽減したいと。で、使わないとどうなるかってなると、例えばですけど、かなり打音が入るんですね。これが挟まると、全然違うんですね。で、取り付ける場所に関してなんですけども、上面につけるとどうしても打音が入りやすくなりますので、裏面につける方が良いという例が多いです。こうしてこうですね。で、あと楽器によってですね、音階によって音の大きさが違うものがありますので、こちらの音が強い場合はこちら側であったりとか、位置に関してはいろいろ調整をしていただければと思います。で、あともう一つです。こうやって裏側が空いてるタイプに関しては、内側に取り付けるとまたバランスがよく出力できるものもあるということです。これに関しては内側が